淀谷橋駅。淀谷橋駅は、大阪府大阪市中央区北浜3丁目にある、大阪市高速電気軌道と京阪電気鉄道、京阪の駅である。大阪メトロの駅番号は、M17、京阪電気鉄道の駅番号は、k h 0 1京阪については、大阪側のターミナル駅である。大阪メトロの車内放送では、市役所前とも案内される。 大阪メトロ、京阪ともバリアフリー対応がなされているが、コンコースと地上の間のエレベーターは設置されていない。なお、コンコースと直結しているビルにはエレベーターが設置されていい。島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札口とコンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は北改札、中北改札、中南改札。 南改札の4カ所である。御堂筋線の混雑緩和のため、当駅が絡む定期券であれば、西隣にある4つ橋線の日後橋駅も利用することができる。ただし、両駅との間に連絡通路はなく、一旦地上に上がりと砂掘り通を歩く必要がある。開業時、駅北側には、淀谷橋バ工場と称する車庫があった。その意向もあり、梅田から来る列車は、 曲線区間を2カ所通過するため、車内放送で列車の揺れに関する注意喚起がなされていた。ただ、2015年12月以降は、この注意喚起の放送はなされていない。京阪中野島線大江橋駅とは、徒歩圏内だが、地下通路では接続されていない。乗り換え案内の表示は存在するが、車内放送では特に触れられていない。当駅は、 本町管区駅に所属し、同副管区駅長が管轄している。島式ホーム一面三線を有する地下駅。三線ながら4番線まであるが、これは1番線と4番線が信号を分割して、重列停車をする形で、同じ線路を共有しているためである。列車運転指令上では1番線として割れている。3番線と4番線は、ホームの末端部にある。また、 二番線は三番線の切り欠き部にある。改札口とコンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は東側から東2号改札口2016年3月18日付で廃止。東1号改札口平日ラッシュ時のみ使用。中央改札口、西改札口平日ラッシュ時は出口専用があり。 西改札口のさらに西には、出口専用の例号改札口もある。他に、エレベーター専用改札口もあり、全部で6カ所ある。隣の北浜駅とは改札外の連絡通路で、結ばれている。京阪では、当駅が大阪市にあることを強調するため、大阪淀屋橋駅と案内することがある。この故障は2003年秋のダイヤ改正で一旦、 使われなくなったが、2017年夏頃から、京都府内の主要駅における発車表など一部の案内で、大阪淀屋橋とした表記が、再び使用されるようになった。また、駅名標は2007年に更新されるまで、淀屋橋、御堂筋と表記されていた。駅ホームのカラーリングはを、長い間、特急や快速特急では、当駅到着時に、 通常の停止位置より手前で停車し乗客を降車させた後乗車位置まで列車を移動させる乗降分離扱いがなされていた。また車両を移動する間にはクロスシート車における座席一斉転換などの車内整理も行っていた。この時ホームでは乗車待ちの乗客に対して乗車位置で待つようアナウンスがなされていた。 これは当駅がターミナル駅であるにもかかわらず幅の狭い、島式ホームであるなど、旅客収容能力に余裕がないため、乗降客を円滑に裁く必要があることから、整列乗車を促す目的もあった。同様の扱いは平日ラッシュ時における、快速急行、急行、準急でも実施されていた。2017年2月25日の大イヤ整備から、淀屋橋、 出町柳駅における、車内整理のための列車移動が廃止され、直接乗車位置まで列車が来て停車し、車内整理、車内清掃、座席転換等後にそのまま乗車できる形に変更された。発車メロディは1971年から使用されている。発車時には、向井実ミ作曲によるメロディが流れるが、これは2007年6月17日の、 運行管理システム更新時から導入されたものである。それ以前は、特急列車場合、同様の、牛若丸をアレンジしたものが使用されていた。また、特急列車以外では、くずの廃駅や出町柳駅などの始発電車が、設定されている駅と同じ曲が使用されていた。開業当初の吊り下げ式駅名標が2007年まで、残されていたが、最新型に更新された。なお、 発車表は北浜駅、上り同様、他の京阪の駅には見られない仕様である。4番線への列車の発着の際、必ず1番線を通過する必要があるため、その際あたり番線上では、列車の通過に注意を促す案内放送が専用の接近表示機から流れる。各年度の1日乗降、乗車人員数は下表の通りである。隣の北浜駅とは、 地下通路でつながっている。駅周辺は自転車等放置禁止区域に設置されている。なお、付近に駐輪場はない。淀屋橋交差点周辺に淀屋橋停留所が複数あり、大阪シティバスは設置位置によって東、西、市役所前の副章がついている。大阪シティバス8号系統は地下鉄11号で入り口付近の都庁町。 土壌町停留所からも利用が可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。